まずさ、はい、決め手の一番はどっち行きたいかじゃん。そう、そうですね。武田塾チャンネル。武田塾教務部長の中森です。武田塾教務の高田です。中森先生。はいはい。こう寒くなってきたんで、受験生のみんな体調崩しがちだと思うんですけど、はい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 、なんかこう受験生のみんなにおすすめの体調管理法とかってあったりしますか？体調管理法？はい。あ、そうね。僕はあれですね、 R1 のヨーグルトを毎日飲んでましたね、その当時。なるほど、はい。いや本当これ1日、ね、風邪ひいて崩しダウンしちゃうとちょっと後々響いちゃうんで、うん、もう体調にはもう最大限注意してほしいですね、うん、こう電車とかマスクつけるとか、この時期の体調管理マジ大事ですね、はい、では今日も質問が届いてます、うん、今日は高2ですね、うんうん、はい、偏差値が進研模試で50代後半の高2です、うんうん、今私立マーチ以上を目指すか国公立予告レベルを目指すか迷ってます。どのような基準で決めた方がいいですかと。ほうほうほう。まあ進路ですね。で、うん、特に高校2年生だったらもう私立目指すか国公立目指すかこう、ね、戦略をちょっと考えていこうかなというふうな段階なわけですけども、うんうん、まずさ、はい、決め手の一番はどっち行きたいかじゃん。そうそうですね、間違いない。予告行きたいんだったら予告目指そうよっていう、そんなね、もう行きたい、その文系なのか理系なのかもそうだし、はい、行きたい学部がどこなのかにもよるし、大学で何したいかにもよるじゃないですか。まあマーチ、予告レベルの国公立、総計っていう順じゃないですか、多分難易度で言ったら、うん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 、基本的にはまあそうですね、理系だと国立かなって感じで、はい、単純な問題で難易度言ったら総計なんだけどね、うんうんうん、国公立目指すにしろ私立目指すにしろ、あのまず最初共通して対策しないといけない科目からやってほしいです、うん、で国公立目指す場合は特に二次試験の科目、うんうん、でまあ、予告だった学部によってかなり科目が変わってくるので調べてほしいんですけど、うん、まあ、例えば千葉大とか、まあ、似たような国公立目指す場合は基本英国数が二次試験になることが文系の場合は多いと思うので、その中でも時間がかかる英数、うん、この2つはしっかり今のうちに対策してほしいです、まあ、理系でもエースだよね結局ね。そうですね、うん、でエース対策しとけばあのマーチもあの、うん、英国数で受験できるので、うん、はい、その対策が共通する部分から勉強を始めてほしいですね、うん、はい、で決断というか、まあね、ある程度決めていくのは夏終わり、受験生の夏終わりとかで、まあ、最終決定は11月とか12月でいいんじゃないと思いますよね、うんうんうん、そうですね。まずその英数の、まあ、さっき基礎って話ありましたけど、うん、センターレベルとかをしっかりまずクリアして、はい、次マーチとか地方国公立レベルを、うん、まあ、夏ぐらいですかね、うん、目安に終えられてたら、はい、一番予告目指すには理想のペースかなと思います ね、はい、まあ、受験勉強的にどっちが受かりやすいかとかどういう風に勉強していいかって戦略的な話しましたけど、うん、一番大事なのは気持ちですよね、うん、行きたいかどうかが大事なんで、はい、まあ、で直接行くのが難しかったらホームページとかね、はいはい、もしくはその大学のサークルがやってる YouTube の動画とかもしあったら見てみるとかでもいいとは思うんだけど、とりあえず興味持ってみるところっていうのが勉強以外の部分では大事かなっていうふうに、うん、そうですね。なんでまず、両方使う対策が共通する英語と数学、うん、この2つをまず勉強を進めてみてください。まあ、あと過去問を見てみるとか、はい、近いなら大学行ってみるとか、はい、まあ、そういうところもやってみるといいんじゃないっていう。そうですね、偏差値だけで決めても正直あんまいいことないよ、ね、確かに、はいはい、今回は以上です。武田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリで分かります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。